いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーのジュンです。今日もカクテルを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で今回、使っていくお酒なんですけれども、ジンを使わせていただきたいと思います。もうね、大人気のスピリッツですけれどもね、こちらを使わせていただきたいと思います。で、合わせていく材料なんですけれども、リキュールからですね、パルフェタムールというね、リキュールを使わせていただきたいと思います。色がね、とても綺麗なリキュールですけれども、こちらも加えていきたいと思います。で、最後に、レモンジュースも加えていきたいと思います。で、レモンジュースはね、いつものように、生のレモンを絞って、フレッシュレモンジュースを作って加えていきたいと思います。で、この3つの材料を、シェイカーに入れて、シェイキングした後に、カクテルグラスに注げば完成になります。色がね、本当に綺麗で、味わいも当然美味しくて、とても素敵なカクテルになりますので、興味がある方は作っていただけたらと思います。今回、作るカクテルはブルームーンになります。それでは早速作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速作っていきたいと思います。今回使っていく材料はこちらになります。じゃじゃん。はい、ジンになります。今回はね、このビーフィーターのジンを使わせていただきたいと思います。指定された、ね、銘柄はありませんので、自分の好きなジンを使っていただけたらと思います。で、合わせていく材料なんですけれども、こちらですね。じゃん。はい、こちらパルフェタムールという、ね、リキュールになります。色が、ね、こう紫ですかね、紫がかっててとても綺麗な色した、ね、リキュールなんですけれども、こちらを使っていきたいと思います。何気に初登場のボトルになります。で、最後に加えていくのがレモンですね。はい、こちらをね、切って絞って、フレッシュジュースを作ってから、作っていきたいと思います。材料はこれで、全部になります。で、全ての材料をシェイカーに入れて、シェイキングした後でグラスに注げば完成になります。グラスは今、冷やしてますのでね、最後に持っていきたいと思います。はい、では、早速作っていきたいと思います。ではまずね、レモンを切って絞っていきたいと思います。でレモンはですね、そこまで多く使わないと思うので、半分もいらないかなと思います。切れた。多分これぐらいでいいと思います。3分の1個ですかね。よいしょ。ではちょっとこちらはちょっとこっちに置いて絞っていきたいと思います。いつもの絞り器ですね。よいしょよいしょ、 よいしょ。はい、ではレモンも絞ってフレッシュレモンジュースが出来上がりました。はい、ではこちらは後ほど使っていきたいと思います。では早速、よいしょ、こちらね、シェイカーに氷を入れていきたいと思います。ので、ではお酒を注いでいきたいと思います。まずジンですね、こちらを30ミリ入れていきたいと思います。よいしょ、30ミリですね。よいしょよいしょ。そしてこちらね、パルフェタムール、こちらを15ミリ入れていきます。15ミリ、よいしょ、15ミリ入れていきます。よいしょ。よいしょ。そして、最後にレモンジュース、こちらも15ミリ入れていきたいと思います。15ミリですね。はい、ではあとはシェイキングするだけになります。よいしょ、こっちに置いておきましょう。よいしょ、ではシェイキングしていきます。
ではシェイキングが終わりましたので、よいしょ、ちょっとだけ上を開けて、よいしょ、ではグラスを持っていきたいと思います。グラスに注いでいきます。色がね、綺麗なカクテルなので、よいしょ、はい、ではこちらで完成になります。よいしょ、はい、ではこちらで、ブルームーンの完成になります。あ、ね、ブルームーンという名前ではあるんですけど、まあ、どちらかというと紫が、かかっている、また、ね、素敵な、色と名前のカクテルなんですけども、ジンが、ね、たっぷり入っているのと、まあ、レモンジュースは、ね、もちろん少量入ってはいるんですけど、まあ、ジン、まあ、スピリッツとリキュール合わせてますので、アルコール度数は、ね、結構強めになりますので、まあ、飲み方には、ね、注意していただきたいかなと思います。香りの良い、とてもこう、まあ、リラックスというか、ふっと落ち着くような味わい、香りのカクテルになっておりますので、ぜひぜひね、夜こうのんびりした時間で飲まれるといいんじゃないかなと思います。それでは、ね、本日はこの辺で終了したいと思います。また明日、カクテル動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。